私たちは突き止めに来た。村人の命を奪っていった雨の原因。この先に忘れてしまった過去がある。取り戻さなきゃ。あれは。もっと触れ、もっとだ。ああ、お帰りなさい。せっかく皆さんのいない時を狙ったのに、やっぱり駆けつけちゃうんですね。まさかトルーソーなのか。どういうことだ。説明しろ。この煙はとある毒をいぶしたものです。それが雨雲となりこうして降り注ぐ。これは涙ですよ。この世に生き苦しむ者たちの涙なんです。何を言ってる。自分のしていることが分かってるの。はい、団長。僕はエイル薬師団の信念に従っているんです。一人でも多くに救いの手を。これは救いの雨なんだ。トルーソー、サリルとテンは死んだぞ。はい、僕がやりましたから。子供がいなくなればみんな雨の中でも探すでしょ。村人を雨にさらすため、あの子たちを利用したと。なぜだ。サリーはお前が命がけで救ったのに。はい、あの時の僕は真実を知りませんでした。真実って、その手で多くの苦しみを救いた。あなたは言ったじゃない。団長、苦しみって何だと思いますか。生きることですよ。いつかの遠征で会った男を覚えていますか。あの人に僕は全てを教わったんです。この世の本当の姿。ここが汚れた墓場で僕らの苦肉にたかるうちだってね。おや、団長もようやくかかりましたか。僕は苦しみからみんなを救ってあげるんです。感謝してほしい。いいえ、間違っているわ。私たちの手は命を奪うためにあるんじゃない。
トルーソ、あなたの手は誰より温かかった。キャスティ、目を覚まして、こんなのあなたらしくない。キャスティ、よせ、もう何を言っても無駄だ。冷静になれ。とにかく急いで村に戻ろう。ダメよ、焚き火の火を消さないと。火は簡単に消せそうにない。おそらく隣石炭を大量に使ってる。戻って人命を優先すべきだ。まだ助かる人がいるかもしれない。さあ、団長、もう心残りはないでしょう。僕が代わりに一人でも多くを救いますから。もう行かなきゃ。西の果ての王国ティンバーレインで戴冠式があるんです。人が大勢集まるんですよ。次はそこに雨を降らせます。やめなさい、トルース。ふざけんなよ、ランディ。マリア、団長を頼む。ランディ、ランディ。いいか、覚えときな、ドルーソ。これが一人でも多く救うってやつだぜ。よせ。うわー、火が消えちゃった。まあいいや、この地域は代替するんだろう。この毒は大気にも溶ける。どこに逃げたって同じことだ。エイル薬師だ。さようなら。雨はまだ止みそうにない。キャスティ、しっかりしろ。キャスティ、キャスティ。死なせはしないぞ。この花びらを飲み込め、キャスティ。これだけでも少しは雨に抗えるはずだ。この花の調合さえできれば。ラムさん、
この未熟な腕を。行こう、キャスティ。誰かいないのか。命がけで守ってくれたのか。すまない。ジーハ、会いたかったぞ。相当弱っている。雨を避けてはいるが、空気も有害に違いない。ここから離れなければ。力を貸してくれ、ジーハ。雨雲は山の方角へと流れている。ならば逆へ。キャスティを生かす。今それだけを考え生き延びるぞ。キャスティ、救うべきものがある。ジュン、一瞬見送る。
すべて思い出したな。マレーア、あなたはもうこの世には。そうだ、私はあなたの記憶の残滓、幻に過ぎない。私の記憶だから、話せるのはあなたが知ることだけだ。そしてそれもここまでだ。マレーア、みんながつなげてくれたこの命で私は救いたい。この手でトルーソを止めるわ。きっとできる、あなたなら。さよなら、マレーア。ここがティンバーレイン。ここでトルーソンに行った戴冠式が行われる。あの城に人が集まってる。どうやら間に合ったようね。空が重い。人は泣きそうね。天はトルーソンの味方か。すぐに町の状況を把握しなきゃ。おい、おせっかいさん、あんたのことだ、キャスティさんよ。エドマンドさん、どうしてここに？あんたのおかげで俺らこの国に迎えられた。それに今日は戴冠式だ。盛大にお祝いしなきゃな。盛大。ここの王子は派手好きでな、世界中から人が集まるぞ。東から新聞記者も来てるぜ。ん？なんだ、難しい顔して。なんだって、戴冠式が襲われる？声が大きいわ。私の話信じてくれるの？何言ってんだ、あんたの言うことなら信じるさ。また誰かを助けるために走り回ってんだな。俺にも協力させてくれ、キャスティさんよ。ありがとう、エドマンドさん。この人たちを雨から遠くへ避難させないと。
おいおい、これだけの数をか。俺たちは牧羊犬じゃねえぞ、キャスティさんよ。そうね、もっと人手が必要だわ。それなら心当たりがある。ついてきな。酒はまだか。酒だ。祝いの席だぞ。飲まねえやつは反逆者だ。この人たちは？ティンバーレインの兵士たちだ。飲んだくれちゃいるが、式が始まりゃ町中に配備される。なるほど。兵士の言うことなら町の人も聞いてくれそうね。おい、何する気だ？ティンバーレイン王国兵の皆さん。お、姉ちゃん、一曲歌ってくれんのか？あいにく違うわ。私は旅の薬師、キャスティ。皆さんに知らせに来ました。この国に危機が迫っていると。危機だ？雨です。皆さんの命を奪う紫色の雨が降るんです。悪い冗談はよせよ。めでたい戴冠式だぜ。冗談じゃないの。早く避難しなければみんな犠牲になってしまいます。町の人々を守るには皆さんの協力が必要なのです。バカバカしい。証拠はあるのかよ。なんだ、あの腕の黒いのは。見たこともねえ。気味悪いぜ。私はその雨を受けた。幸い一命は取り留めたけど、仲間はみんな死んだわ。私がここにいるのは仲間が命をつないでくれたから。悲しみを繰り返さないために。あなたたちを救うために。どうか信じてください。皆さんの手を貸してください。おい、どうするよ。手を貸せったってな。あの女、本当に信用できるのか。黙って聞いてるよ、骨なしどもが。あんたは。この人は我々の恩人だ。先のサイの町の一件で多くの同胞を救ってくれた。あの時の俺のダチも救われた。あんたがあの薬師だったのか。この人の行動によって我々は移民側と和解することができたのだ。恩を忘れては恩義の国の兵とは言えない。この恩人を信じ
手を貸そうではないか。ああ、酒場で飲んでる場合じゃねえ。俺たちでこの町の危機を何とかするぞ。ありがとう、兵士長さん。屋内に避難しろ。窓を閉め切り、外の空気を入れるな。順調ね。あとは彼らに任せよ。私は雨の音を立たないと。急がなくちゃ。おい、どこに行く。あんたも早く屋内に。私はトルーソーのところへ行く。どこにいるか知ってんのかよ。推測はできるわ。あなたも誘導が終わったらちゃんと避難するのよ。死ぬんじゃねえぞ。ありがとう、エドマンドさん。トルーソー、雨を広く降らせるため、より高台で風上に行くはず。風上で一番の高台は西の丘か。でも雲の流れを見る限り、じきに風向きが変わるはず。西から北とすると、風上となるの。ティンバーレイン長、そこにいるのね、トルーソー。雨の色が変わった。トルーソー、やはりそこにいるのね。まさか、もう症状が。雨の毒が強くなってる。待ってなさい、トルーソー。これは団長、まだ生きてたんですね。生かしてくれたの、みんなが。無駄なこと。また見たいんですか、町が消えていくのを。そうはさせない。羊どもを家に入れたんですか。ご苦労様です。窓を閉め切ってもいずれ空気は流入します。この煙を消さない限り同じことです。トルーソ、私はどこかで期待していた。あなたの中にまだ昔のあなたがいるかもって。でもあなたは黒く染まってしまったのに。おや、命は奪うものではなく
救うものでは。あなたを倒すわ。一人でも多く救うために。団長も彼の話に耳を傾けるべき。そうすれば一緒にこの世を救うことができたのに。あなたも救ってあげますよ、団長。早く特効薬を。雪しずく、マレーヤがくれた花。でも雨には複数の症状がある。そのすべてを治せる薬を調合しなきゃ。完成させられるのは私しか。キャスティ、キャスティ、マレーヤ、どうして。思い出せ、キャスティ。思い出す。何を。あなたの旅だ。歩んできた旅路のすべてがこの薬につながっている。私の旅路。水源の汚染を止めた浄化槽、ローゼに命をつないだウロシズメの葉、サリーを救ったバカタネホの精輪花、そしてマレーヤが託してくれた雪しずく。キャスティ、あなたならできる。私ならできる。調合を開始するわ。ひどく寒い。命がついえるのを何度も見てきたけど。そうか、俺が死か。そうか、きっとこれが救いなんだ。ドルーさん、どうです、団長。命を奪う気持ちは。一人でも多くを救うために必要な選択だった。団長、あなたは変わりません。あの時か、ほんの少しも変わっちゃう。いつまで変わらずにいられますかね。
アンネ。戻った。キャッシー。エドマンドさん、よかった、無事みてえだな。町の人たちは？大方は避難できた。だが逃げ遅れた奴が何人か倒れちまってるんだ。くそ、煙を吸っちまったか。エドマントさん、これを。それはもしかして。ええ、雨の特効薬よ。ありがてえ、これがあれば逃げ遅れた奴らも。さあみんなの治療を急ぎましょう。おう。こっちだ、エドマンド。薬師さんが来たぞ、もう大丈夫だ。頼んだぞ、キャスティ。ええ、任せて、すぐ始めるわ。さあ、もう大丈夫よ。これで全員救えたわよ、マリーア。みんな、マリーア。私はあなたたちの意志をつなぐことができたかしら。ああ、その手で多くの命が救われた。ありがとう、団長。他のみんなも喜んでいるだろう。キャスティ、私はひどく疲れた。だから眠らせてくれないか、あなたの手で。
おやすみなさい、マレーヤ。そしてみんな。お目覚めか。私は。あんたが寝てる間に無事戴冠式は終わったぞ。そんなに眠っていたの？町の人たちは？見なよ。もしかして噂の薬師さんですか？デルシタタイムスの記者です。あなたが人々を救ってくれたんですね。世界中に向けて一言お願いします。私が救った、いいえ違うわ、彼らを救ったのはエール薬師だよ。